結構いろいろ手を出しちゃうっていうことを言ったんですけど、まあそれは意味たいですね。それに関してはまあ若いうちはしょうがないと。でだん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 洗練されていくってことですね。だから最初から数打たずに近道なんてものはないってことですね。まあいろんな段階でいろんな失敗をして自らでだんだん上がっていくとすると、自分の中で本当にしっかりとしたものが腑に落ちてきて、でだんだんといろんな問題に直面しても動じなくなると。